軍法会議、軍法会議、軍法会議、コートマーシャルとは、主として軍人に対し、司法権を行使する、軍隊内の機関。一般的には、軍の刑事裁判所として知られる。軍事裁判所、軍事法廷とも。多くの国においては、当該国の軍隊について、軍法会議が設置されている。その主たる目的は、軍機、 軍人軍属の規律を維持することにあるが、近代以降では、副次的に軍人の権利擁護も目的となる。また、軍法会議と共に、軍機の維持を達成するための機関として、軍隊内には、警察機関、憲兵や、検察機関、法務士官、軍事刑務所、強制機関といった一連の刑事機構、司法機関が設けられている。軍機を維持する機関は、 古代から存在している。例えば、日本でも戦めつけに、それを見ることができる。軍法会議については、イングランドのエドワード一世の法律、1279年に、軍法会議の規定を見切ることができる。近代法的な軍法、軍法会議は、1621年に、スウェーデンのグスタフ2世が定めた法典が、始まりと言われ、諸国に影響を与えた。 裁判官活、行使する司法権その他各種制度機構は国により異なる。例えば、第二本帝国憲法下の日本では、軍事司法権として一般の司法手続きから完全に独立していたが、アメリカ合衆国では独立しておらず、連邦最高裁の審査が及ぶ。通常裁判に比べると、職業裁判官ではない軍人が裁判官役を担う。 機密保持などの理由から審理が非公開、迅速性を重視して上訴が制限されるなど、手続き保障が弱い傾向がある。軍法会議を常設はしていない国もある。戦時に軍人以外を軍隊が裁く、巡守法機関として、軍律会議の制度を有する例もある。日本の軍法会議は、1869年に、兵部省に置かれた、旧門市をはじめとする。その後、 1872年に陸海軍に軍事裁判所が設置され、1882年には軍法会議になった。1883年には陸軍治財法、刑事訴訟法に相当する、1884年には海軍治財法が制定され、1921年に陸海軍治財法を廃止し、新たに陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法を制定した。 1941年に太平洋戦争が始まると、1944年7月までに高等軍法会議を除く、すべての常設軍法会議は廃止され、臨時軍法会議に移行した。戦局の悪化とともに、敵中に孤立する部隊が増加し、1945年になると法務官不在でも、軍法会議が改定できるように承知された。 内地の軍法会議は1945年12月に廃止され、その記録はすべて地方裁判所に移管された。外地においては1947年2月まで軍法会議は存続し、終戦後でも敵前逃亡や上官殺傷などで審判が行われる例は少なくなかった。第1福音裁判所、9第2福音裁判所令。 1945年11月24日、直令第658号により、高尾警備府軍法会議を除く、軍法会議が廃止され、福音裁判所が臨時に設置された。さらに、昭和20年直令第542号、ポツダム宣言の受諾に伴い批発する命令に、関する権利菊陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法級第1福音裁判所、 九大二福音裁判所令廃止に関する件、194年5月18日直令、第278号が制定され、1947年の陸軍警報廃止に伴う同法の改正により、日本の軍法会議制度は完全に消滅した。軍法会議の目的は、軍隊指揮権を強固に維持し、指揮命令系統を守ることにある。必ずしも、 真実発見が優先されるわけではない。したがって、軍隊指揮権者と軍法会議長官とは必ず兼任される。大日本帝国軍の軍法会議の場合、親補職にある軍隊指揮官、具体的には、師団長以上が軍法会議長官となり、検察官による捜査、構想を指揮した。もっとも、軍法会議は、天皇の統帥体験によるものではなく、 天皇の司法体験によるものと考えられたため、通常裁判所と同様に、被告人の防御権にも配慮が払われた。具体的には、弁護人依頼権の保障、重罪事件における必要的弁護制度、会議公開の原則、上訴権の保障である。軍法会議は原則として、現役軍人、軍属及びそれに準じるの、召集中の軍人、不良を対象とするが、 戦時においては民間人であっても特定の犯罪に関しては管轄した。常設軍法会議として陸軍では高等軍法会議、長官は陸軍大臣、軍軍法会議、長官は軍司令官、師団軍法会議、長官は師団長があり、海軍では高等軍法会議、長官は海軍大臣、東京軍法会議、長官は海軍大臣、 陳府軍法会議、長官は陳府司令長官、警備府軍法会議、長官は警備府長官、艦隊軍法会議、長官は艦隊司令長官が置かれていた。それ以外に、戦時、事変に際して臨時に一定の部隊や地域に設置される特設軍法会議が存在した。第一新裁判所である師団軍法会議、海軍では、 鎮守府軍法会議は藩士たる、陛下将校4人と、放送資格を取得して軍に任用された、法務官、文官、1943年以降は武官たる、法務将校が、裁判官として、合議を構成した。高等軍法会議の場合、審判は、陛下将校より任命される藩士3名と、放送資格を有する、法務官2名が行う。 それ以外の常設軍法会議では、藩死四名、法務官一名が定数である。少々以上を被告とする事件は、高等軍法会議の所管であった。特設軍法会議は、主に最前線などで簡易に処罰を行うために、設置されたものであり、将校三人によって裁かれた対象となる行為が、敵前逃亡や公明などの重罪である場合が、ほとんどであり、弁護、 公開、上告は認められていなかった。特設軍法会議の開催には、軍の将位以上の士官が3年集まれば、どのような場所でも即時開催可能であった。2.26事件では、軍法会議法ではなく、緊急直令によって設置された、東京陸軍軍法会議で審判が行われたので、非公開、一審のみの裁判となった。太平洋戦争では、 戦況の悪化に伴い、食料補給がないので、食料を探しに部隊を無断で離れる兵士も多くなり、上官殺傷で軍機の乱れがあり、軍法会議にかけず処刑された兵士も多く、変死、平良病死、特攻として死に追いやられた。日本の軍法会議は、法律知識に乏しい陛下将校たる藩士が裁判官となっていたことについて、批判を受けることがある。 藩士の階級は、下級者は上級者を審判せずとの原則によって、被告人と同等か、それ以上の階級のものが選定された。法律知識に乏しい藩士のみによる裁判では、適正手続きの保障が十分ではないことから、放送資格を有する法務官を検察官として、卒業を行わせ、また法務官を裁判官に加えることで、裁判の適正を担保用としていた。 裁判長は、藩士が務めた。弁護人は原則として弁護士から選任された。1947年、昭和22年5月3日に施行された、日本国憲法第76条、第2項において、特別裁判所の設置が禁じられているため、1954年、昭和29年7月1日の創設以降、陸海空自衛隊に、軍法会議は存在しない。 自衛官、自衛隊員の比喩は、自衛隊法によるものであっても、民間人と同じ法規によるものであっても、刑務官の告発を受け、一般の日本の裁判所で裁かれる。アメリカ軍においては、統一軍事裁判法に基づいて招集され、犯したとされる罪状や訴追されたものの階級により、高等、師団長、少々以上が招集し、すべてのものの重大な犯罪が、対象、 特別、旅長、大佐以上が招集し、すべてのものの重大ではない犯罪が、対象、官位、大隊長、中佐以上が招集し、可視官以下のものの重大ではない犯罪が対象の三つに分かれる。一般的な刑事裁判と類似してはいるが、相違点として、などがある。アメリカ軍では、軍法会議の前に左門委員会が開かれて、証拠集めや、 調書の作成などが行われる。左門委員会は、第一審に相当するが裁判には当たらないため、陪審員は選出されない。左門委員会で、軍法会議で、審議するほどの重大な事件ではないと判断された場合、通常の刑法で不起訴処分に該当するには、統一軍事裁判法第15条に基づいて、懲戒処分に去る場合が多い。愛媛丸事故では、 統一軍事裁判法第15条による言及処分のみで、軍法会議は開かれていない。また、サモン委員会においても、原告、被告の司法取引が合意に至れば、サモン委員会の決定によらずに処分が確定する。ベトナム戦争中のソンミ村虐殺事件では、多くの乳幼児を含む504名のベトナム住民が残殺されたにもかかわらず、軍法会議は、 死揮を取ったウィリアム・カリー中尉に当初終身刑の判決を出し最終的は3年半の懲役期間で仮釈放を行っているなど戦時における殺人罪に対して甘いとも批判された判決も出されている。1976年以降に死刑判決を受けた軍人7名がいるが、1961年4月以来執行されていないため、 この7人については事実上無期禁錮刑同様になっており、現在のアメリカ軍では死刑は停止状態になっている。サモン委員会で軍法会議にかけると決定が下された時に正式に軍法会議が開かれる。軍法会議は第2審に相当し、正式の裁判に当たるため、軍人、階級は問わないから陪審員が選出される、米民は、 売信による裁判を受ける権利が憲法によって保障されているため、売信員は事実認定及び訴因に対する有罪、無罪の判断を行う。なお、軍法会議においても、原告、被告の司法取引が合意に至れば、判事の判決によらずに処分が確定する。上訴、最終審は、軍法会議の判決に憲法あるいは、法令の重大な判断誤りがある場合、 被告に十分な弁護の機会が与えられなかった場合などに限られる。第二次世界大戦の際、徴兵されて最前線の部隊に配属されたエドワード・スロビクが後方部隊に転属を願い出たものの、上官が拒否したため、脱走を図り、軍法会議の結果、死刑に処された。これが南北戦争から現在までのアメリカ軍における脱走、敵前逃亡で、 死刑判決を受けて、実際に銃殺が執行された、唯一の例である。スロバキアでは民主化、連邦解消後も特別裁判所の軍事裁判所、ボジェンスキー SD 制度が維持され、トレンチインに高等軍事裁判所、ビシボジェンスキー SD が、西部、中部、東部の各軍司令部ごとに合わせて8つの軍事、巡回裁判所、ボジェンスク・アブバダブスディが置かれた。 スロバキア共和国軍人、国内の他国軍人、戦争犯罪人による犯罪のほか、刑事訴訟法の規定により、武力保有組織である内務省所管の国家警察隊、パリスイニースボー、刑務法務隊、スバーベイジンクジエー、ジャスティシュナホストラジ、運輸郵政通信省所管の鉄道警察、ゼラズニックなパリシアの各警察職員と国家安全保障局職員、 スロバキア情報庁、スラベンスカ・インファー・マクニア・スルースは職員、税関職員による犯罪も裁判対象とし、軍検察が訴追した非武装の自治体警察は対象外。社会主義時代の名残で、欧州連合加盟国では唯一、通常裁判所で警察官の犯罪を裁くことができない司法制度となっていたが、2008年3月の刑事訴訟法改正で、 刑務法務隊以外の非軍人を軍事裁判の管轄から除外。軍事裁判所制度も2009年4月に廃止され、諸葛の通常裁判所に統合された。国によっては、軍法などにおいて戦闘に敗北したことを犯罪とする規定を置いていることがある。その場合、軍法会議において敗北責任が裁かれることになる。逆にかかる規定がない場合、 敗北責任について、軍法会議で裁き刑事罰を与えることは、近代においては、財刑法定主義の観点から問題がある。軍法会議で、敗北の責任を問われ、重殺刑になった例として、ジョンウィング提督、ジョンウィング、イギリス海軍が挙げられる。日本では、陸軍警報や海軍警報には、敗北やつたない戦術式そのものを犯罪とする。 規定は置かれなかった。敗北につながるような指揮官の行為を処罰する規定としては、敵を有利にする目的の利的行為を罰する規定や、部隊を率いての降伏や守備一離脱を罰する、片付けな食材などの限定的な規定があった。なお、ミッドウェー海戦で退官せず、官と運命を共にした山口多門提督のように敗北した指揮官が自決したり、 ンハ藩事件での容器 A1 中佐のように自決を強要される場合があった。敗北責任を問う軍法会議では各局面での指揮命令の妥当性及び被害の戦力状況、装備の効果なども軍事の専門家で構成される藩主たちにより検討される。このため実践に基づく戦訓や並走の不具合、改良点の発見などが副産物として得られる場合もある。 軍法会議には以下のような問題点も指摘される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。